で、これ始めたらツイッターに出るんだよね。あ、みなかミックス始まりましたって出てきたよ。あ、出てきた、はい、こちらはもう始まってますよ。見てる人が、まあ、今3人見てくれてますね。こんにちは、こんばんは。名を名乗れ。名乗れるんですか。いや、名乗れる。あのコメントしたらこれツイッターのこれで流れるんでね。あのツイッターから来る人もいれば、もちろんツイキャスの方で見てくださってる方もいるんでね、見知らぬ人も。ここある意味なんかさ、広告のポップ用意すべきだよね。そうですね。ロボタですっていうのをね、こうね、ちゃんと作ろう。そういうのもちゃんと宣伝にしてこう。え、ショールーム配信の話ですか。そう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 、今ね同時にショールームをやってますのでね。あ、もう一人になっちゃったよ。もう一人になっちゃったよ。はい、一人ってこれじゃない。始まりました。始まりました。始まりましたけど、始まってないですよ、まだ。私は始まってますよ。あ、秋清さんが見てくれてる。じゃあ、これはそれショールームでしょ、うん、ショールームを見てくれてるんですよ、うん、でショールームはもうお前しか映ってないよね、うん、じゃあこれガンプラの何の話をしてるか分かるの、これ。今日これ水上の方のショールームでは、今日はテーマが何かっていうのは分かってるの、うん、今日はガンプラの話をしますって。全然話してそれさ、タイトルにガンプラの話をしますってさ、こう書いといたら、ショールームを見た男性が、うんうん、え、ガンプラの話をするの女の子がと思ってさ来るんじゃないの。まさかこんなおっさんがベラベラ喋るとは思ってないから。ガンプラの話をするらしい。そう、私は相槌しか。いや、わかんないですよ。あの、もしかしたら水上の好きなものが来るかもしれないじゃないですか、ね、そう、来たら話せるけど、そうそう、来ないと話せないからね。そうそうそう、こちらでも配信なんですね。そうなんです。今ね、こっちでね、うん、3人見てくださってますね。ありがとうございます。3名の皆さん、ありがとうございますね。ね、これ今そっち何人見てるんですか。こっち今11です。すげえな。さすがショールームだな。みんな星集めに来とるよな。そうそうそう。はい、というわけでですね、水上さん、はい、ではあの本日のこの配信の趣旨を、はい、これまだね、実は勤務時間中だからね。そう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 、本日の議題は、はい、議題ガンダムウェハース、ガンプラウェハース、ガンプラパッケージアートコレクションウェハース、ガンプラパッケージアートコレクション、はいはい、そうです。ウェハースはいの、はい、中に入ってるカードを取り出して、はい、そのカードか、カードに書いてある機体のガンプラの話を店長がなんかひたすら私にするっていう話でございます。はい、そうです。で、それがネタが尽きたら5分で終わりだし、はい、もしかしたらね、全く知らないガンプラが出るかもしれないしね。だし、長くても30分。そうですね、あの、もう延長はしません。ね。そう、延長なし。延長はなし。なし、もう終わったら終わり。終わり。ね、うん。誰も測ってないけど、何も。だから見えてないけど、30分。これ、うん、ここが赤くなったら30分やな、確かな。うん、な。はい、ということでですね。はい、じゃあ、ツイキャスと、はい、みなかみのショールームで同時配信してるんで、お好きな方で見てね。好きな方で見てください。で、課金したい方はみなかみのショールームで。ツイキャスは課金できないんでしょ。これは課金をするのを目指すためにやってるから。あ、そうです。YouTube はハードル高いけど、ツイキャスの方がハードル低いんで。だそうです。ね。やってますんでね、よかったらね、皆さんね、あのバンバンね、あのコメントもね、よかったらしてね、盛り上げてください。とにかくツイッターやってる方なんかね、ガンガンね、ガンプラの話ですから。あの、僕目悪いんでどうしても近づいて俺らアップになっちゃうんですけど、拾えるね、ガンプラの話は一緒に拾っていきますんでね、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで早速なんですけど、水上さん、じゃあ、はい、せっかくそのウェハースを今日ここね、これ、はい、セブンイレブンでちょっと買ってきましたんで、え、一つ選んでください。今日1日1個しか開けませんからね。はい、それね、まずちょっと、これガンプラパッケージコレクションね。これもう、うん、どうぞどうぞ。これある意味さ、
このディスティニーガンダムじゃないですか、うん、ちょっと待ってください。これ今裏のラインナップを見たんですけど、うん、前回これ普通にご飯食べるときあのお菓子として開けたときにね、うん、このプロトタイプガンダムを引いたんですよ僕。 MSV の昔のこれプラモで、僕が小学校4年生ぐらいの時に、うん、いやもうこれだけで30本で語られるんだけど、はこれ乗ってないんですよ。ハテナになってるシークレットなんですよ。あ、そうなんですか。そう、後ろにハテナがあるじゃないですか、うん、これプロトタイプガンダムはそもそもシークレットだったっぽいんですよ。それを今日引けよ。引かれても困るけどこれね、困ったことにユーラベンガンダムとかね、多分今やってたビルドダイバーズなんとかのかな、ね、機体とかあって全く分からんのですよ。これデスティニーがホロカードで、はい、エールストライクガンダムがメタリックカードなのは何ですかね。え、そんなのどこに書いてあるの。レア。あ、この黄色のやつ。そうこれレアじゃないの。あ、でも黄色はホロカードっていうのはレアっぽいですよね。確かにデッティニーとアサルトバスターとか、そうっすね、主人公機っぽいですよね、なんかね。あれ、まあでもそういう、まあまあそうっすね、まあなんでしょうね、わかんない。かっこいいんじゃない。かっこいいのかな、入るから、うん、入るから。そうですね、これデッティニーは AGG の方のパッケージなんですね。はい、というわけでじゃあ水上さん1個、はい、水上さん的にはシードの機体が出た方がいいんですよね、うん、そう、シードとデスティニーしか私、じゃあその辺の期待が出たら話に加わってこれるんでしょ。期待、でもガンプラの話だから。そう、ガンプラの話、作品の話じゃないからね。まあでも作品の話もありきで、うん、それをきっかけにガンダムの話を広げていくっていう番組ですから。そうなんですか。はいそうだったんですか。はい、そうです。じゃあ水上さん、それでいいですか、はい、それを開けますか。開けます。じゃあそれをぜひ開けてください、はい、じゃあ開けますね。はい、遠く弾むのにしてね。ね、あ、弾まなかったこのプロトガンダムのね、プロトタイプガンダムの話するんで。それ分かんないから。ええー、このふくらはぎパカ外れるんやね。分かんない。分かんないって言われちゃいましたけどね。ちょっと開けるの苦戦してる？してるよ。これレアカードらしいですよ。これメルカリに出したら値段つくかな。何ですか？何ガンダムですか？ちょっと見せてください。じゃあ止まってるやん。知らんガンダムやな、お前。知らんガンダムや。あ、すごい、ホロカードじゃないですか。アサルトバスターです。 V2 アサルトバスターです。知らんかな。え、知らない。 V ガンダムですよ。ビクトリーガンダム。 V 見てないんですか。 Y も5分コースやね終わったな。ビクトリーガンダムはさ、そもそもすごいまあ、富野監督のテレビ作品のね、ガンダムだったんですけど、うん、まあ、そういう意味ではシャーとアムロの時代のね、数十年後、数百年、百何年後とかで、一応ね、アムロとシャアの時代の未来の話なんですよ、うん、続いてる。続いてる。で、ガンダムっていうのはさ、その連邦製だったらアナハイムエレクトロニクス製だったりとか、そういう系譜があるんですけど、全然違うレジスタンスがなんか作ってるんですよね、確かあれって。で、多分あれガンダムに似てるからガンダムってついたとか、そういうパターンじゃね。それ F91 だったかな。もうその辺がごちゃごちゃじゃん。もうこれ見てる人が違うとかさ、こう出てきそうなんですけど、うん、まあほら V ガンダム有名なシーンでさ、頭もげたお母さんの頭を持ってお母さんですっていうシーンとか有名じゃん。あ、知らない？知らない。序盤からなんかお姉さんだけの主役隊とか出てくるんだけど、うん、バッカバカ死んでくるんでしょ。とにかく死ぬっていうので有名なね、作品ですよね、うん、ビクトリーね。で、その中でのこのいわゆる最初の主人公機にビクトリーガンダムがあって、それの後継機、いうか途中からさ新型出てくるじゃん、うん、シードだったらさ、ストライクからフリーダムに乗り換えたみたいなの、いわゆるフリーダムポジション。あー、なるほど。で、これは君に例えて分かりやすく言うならストライクガンダムと一緒で、うん、いろんな武装をつけて名前が変わるわけですよ、うん、で、これはアサルトバスターって書いてあるでしょ。これはアサルト装備とバスター装備を全部乗せしたのがアサルトバスターなんですよ。そもそもアサルトがわからん。うん、まあ、アサルト V2 ガンダム、バスター V2、うん、V2 バスター、V2 アサルトってあるんですけど、まあ後ろにね、なんかこうしょってるのあるじゃないですか、はいはい、どっちかしかついてないんですよ、うん、どっちも。だからストライクってさ、うん、ランチャー、うん、ソード、うん、エールって言って、うん、それぞれにこう目的が分かれてたじゃん、うんうん、V2 あんま目的が分からんやろ。そうなんですか。アサルトもバスターも全部銃だから。あ、銃なんだ。そう、
で全部乗せでめっちゃ武装強化したよっていうのが V2 なんですけど、まあ、これね、僕これね作りました。プラモデルは作った。これ僕冷静に考えたらこれねクリスマスプレゼントの交換会でお客様からいただいて僕作りました。家にあるんですけど、とてもですね、V ガンダムって普通のガンプラに比べて一回り小さいんですよ。あ、そうなんですか。そう、モビルスーツの設定身長がちっちゃいんですよ。なんかよく144分の1とかじゃん。あるある、うん。それ144分の1なんですけど、劇中の設定身長がガンダムって18メートルなんですね。で、ニューガンダムとかになると20メートル超えてくるぐらいに大型化してるんですよ。で、144分の1の位置上統一スケールがガンプラにあるじゃないですか、うんうんうん、で出そうとするとやっぱりさ、バンダイは子供に買ってほしいから価格帯っていうのを気にするんですね。そうすると大型化していくということはどんどん商品が大きくなっていくということはどうなっていく、うん、値段が上がる、値段が上がる、その通り、エグザクトリーだから最近物価が高騰しててこの値段じゃ、この値段ね、この大きさじゃ出せないよ、どうする、設定身長を下げてちっちゃくしちゃおうぜっていうのが F91 の時にあったんですよ。うーん、 F91 と V はどっちが先ですか。 F91 の方が先。え、どっちが先知らんがなえ、どっちが先。あ、もちろん作品として世に出たのは F91 の方が先。年数的にはどっちが未来なんだろう。あ、未来の話。あ、そういうこと。どっちも、うん、時系列的な話。 F91 の方が多分先だと思う。V の方がもっと未来だと思う、うん、で小型化が始まったわけですよ、うん、そのバンダイの事情の問題で、うん、で V もそれで F91 の未来なんでちょっとちっちゃいんですよ、うん、なんでね、あのプラもねちょっと小さめなんですけど、マスターグレードなんかもなんかだいぶ小ぶりなんですよ、うん、だけどね武装が多いから、うん、まあ塗装とか大変ですよ。ただ結構ね、肉抜きって言ってこうパーツの裏側がスカスカになってて、要するにその原材料費を抑えてる工夫をされているプラモデルですので、あのてんこ盛りとかね、こうもりもりが好きな人っていうのは V2 ガンダム未来、 V2 アサルト、あ、っていうふうに言ってください。ありがとうございます。V2 アサルトバスターなんか作ってみるととてもいいと思います。僕はね V ガンダムの中では一番好きな機体です。うん、やっぱ全部乗せってよくない。まあ、あのお得感お得感とかじゃねえんだよお買い得とかじゃねえんだよ。ただほらそれは強いかな。強いんじゃない、全部乗って例えばそのスーパーロボット対戦とかに出てくるとどれくらい強いのかな。スーパーロボット対戦に出てくるとどれぐらい強いかは、スーパーロボット対戦をやってないからわからないんですけど、あの若者でね、スーパーロボット対戦基準で語る人よくいるじゃないですか。よくない基準がわからないです。まあ、僕もわからないですけど、だからある意味僕らの世代だと、例えばプラモ京志郎が仮にあったとしたらどれぐらい強かったかっていう話の方がわかりやすいわけですよ。プラモ京志郎ってわかる。あの多分ね、そのショールーム見てくださってる男性の中にはプラモ京志郎世代の人がいらっしゃると思うんですけど、ちょっとこの V2 バスターね、はい僕らが小学校1年生ぐらいの時にガンプラブームが来たんですよ、うん、ガンプラブームってどれぐらいすごかったか知ってる。ガンプラブームってどれぐらいすごかったか知ってる。行列ができて、それで階段で本当に雪崩が起きて人が怪我しちゃうぐらいのブームで、とにかくすごいんだよ。あの普通の時に模型店行ってもガンプラ売ってないんだよ。日曜日になるとガンプラ仕入れました、今週の日曜日売りますって言って売ると、朝から模型店に長蛇の列ができるレベルだった。たまごっちみたいな。もうたまごっちはまさに本当そんな感じだったんだけど、今何の話してたんだっけ。あ、プラモ教師のねで、その自分たちで作ったプラモデルを機械にセットすると、うん、実際そのプラモデルに乗り込んで操縦できて戦えるっていう、今ビルドファイターズとかやってるじゃないですか、の前身になる漫画がボンボンでやってたんですね、はい。まあ、それに乗るとね、こうなんとなく強さがね分かるみたいなね、分かりますよね、ボンボンね世代間格差しんどい
これね、世代間っていうよりも男女差かもしれんよね。でもジェネレーションギャップって言われる、ね、それはまあほら男女差。まあ、さもありなんな、そうそうそう、まあ、みんながございまして、うん、僕らの夢の漫画があったわけですよ、うん、それがあったらどれぐらい強かったかって話だったらめちゃくちゃ強かったでしょうね。うん、近寄れないんですから。近寄れない弾幕で。何弾幕？あの要するにあのピュ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 っていっぱい打ってくるから。ほうほうほう、ああなるほどね。で実際さ、あのストライクもパーフェクトストライクって言ってさ、うん、全部載せあるじゃないですか、うんうんうん、あのムーさんが1回だけ出撃したのがあのなんだっけ、リバースターでさ、うん、1回だけワンカットだけ出たじゃないですか、うん、オーブ戦の時に、うん、あれは一応バランスが悪いって言われてるんだよね。うーん、やっぱストライクはそれぞれの状態でベストベストベストのものでいってるのに、うん、3つ乗せちゃったら荷重がオーバーでさ、バッテリーが持たないんですよね、うんうんうん、バランスが悪いっていうのは機体のバランスが悪い。そう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 、見栄えてきちゃう。じゃなくて、だからバッテリーの消費も激しいから5個積んでるんですよね、背中に、うん、ってことは重いんですよ。デスティニーがそうなんですか？あ、いいことを言うたね、水上さん。そうだから、デスティニーは乾燥システムなしに全部のせいになったんですよ、うん、あのアロンダイト、アロンダイトっていうあの剣積んでるじゃん、はいはい、あのよくなんかこう芯が真ん中にキューッと構えるやつ、 あ、はいはい、あれアロンダイトとか、うん、その長距離を方っていうのが、いわゆるソードストライクとバスター、うんうん、ランチャーストライクの方を背中に持ってると、うん、でさらに光の翼っていうのが V2 アサルトにはあって、うん、あの背中からねバーって翼が出るんですよ、うん、でバンバン羽ばたいて飛んでいくんですけど、デッテにも光の翼があるんですよ。ありますね。実はいいこと言ったな今デッテに。そうそう、あのデッテにはこの光の翼も積んでるんですよ。そうなんですね。それはもう元ネタあの V2 ですね。で、あのデスティニーパルマフィオキーナって言ってさ、手からもビーム出るじゃん。ああ、そんな気がした、うん、あれはシャイングフィンガーですよ。だからゴッドガンダムの、ゴッドガンダム、ゴッドガンダムG ガンダムって聞いたことない？ああ、聞いたことあります。 G ガンダムでなんか俺の右手が光ってうなるみたいなの聞いたことない、うん、ないないってさ。まあじゃあしょうがないよね、ないんだよね。でまあそういうのがございまして、うん、あの本当にデスティニーは全部乗せて、うん、バランスがよく作ってる最強機体。でもデスティニーも割と消耗激しくないですか？あ、でもデュートリオンビームでさ、離れたところからも供給できるでしょ。デッテニー、デッテニーって核じゃないよね。核じゃないはず。そうだよね、ミネルヴァの近くにいる限りさ、うん、遠隔でエネルギーを送られてくるでしょ、うん、充電が、あれもインパルスも、うん、インパルスもそうでした。そうインパルスはさ、そう、あのストライクのシステムをさらに1個進めてるんですよね。コアスプレンダーがインパルス。そうそう、コアスプレンダーがあるのがインパルスで、結局その乾燥をさ、うん、あのストライクって一回さアークエンジェルに戻んないとできなかったけど、はいはい、それを単体で飛ばせるようになって外で戦いながら乾燥できるようにしたのがインパルスなんですよ、うん、でインパルスはその装備が変わると一応その電圧が変わるってことでさ、うん、機体の色も変わるじゃん、はいはい、あれなんでだか知ってる？あれはバンダイがプランを売りたいから。大人のね。そう、ストライクを売った時にね、結局ソードランチャーエールって別々の商品出すとストライクが3つになるんですよ、うん、だからディアクティブモードって言ってさ灰色になるじゃない、電圧が落ちると、電源落ちると、うん、っていうバージョンに大体つけてたんですよ。へー。でもインパルスの場合は色変えちゃえば3体インパルスあってもよくねってなったわけですね。なるほど。そういう大人事情だったんですよ。インパルスがああいう色になるのはそういうことですね。これ俺の勝手な妄想ですけどでもまあまあ間違ってないよでインパルスはさ、ほらあのシンがさ、うん、キラのフリーダムを落とした時にさ、うん、ノーマルのフォースインパルスの状態でさ、うん、ソードだけ射出してもらってさ、うん、剣だけ奪い取ってさ、うん、戦ったりじゃん。あれ理想の戦い方だよね。そう、神がかってたからね、うん、だからあれソードのさ、ソードだけ奪ってたさ、残りのソードのブーメランとかついたさ、うん、背中の武装って飛んでってさ捨てたってことは何千万の損失なんだろうね、うん、ね、うん、ね、なんてねことね、こう考えちゃうんですけど、うん、でガンプラのだからあのフォースインパルスにはソードインパルスの剣だけついてくるんですよ。あ、そうなんです
そうマスターグレードにはね、そうするとソード買わなくてもいいって、すごく興味ないじゃんいやそう、これはこういう番組なんですよ。ひたすらガンプラの俺が喋りたいことをみなかみに言うだけの本当ね番組なんで、あと10分です、ありがとうございますあと10分です、ね、まあ言うてもやっぱりその V2 語ることがないよ私も知らんもん、ビクトリーね見てないよ最後まで。大人の事情は G アーマーからって言ってます。あ、 G アーマーはですね、そう、これ説明する、いい聞くいいじゃないんだよせっかく振ってくれてるじゃんガンダムは最初のガンダムね、はい、ファーストガンダム、うん、まあまあですね、売れなかったんですよおもちゃが。ガンダムが、ガンダムが、うん、なぜなら当時まだガンプラなくて、本当に超合金みたいな、クローバーが出してるから超合金ではないんですけど、ブランド的には今便宜上超合金と言いますね、うん、があったんですけど、変形もしない、まあコアファイターが合体するけど、うん、だけのガンダムのおもちゃで、あの内容ですよ。子供があのガンダムのおもちゃ欲しがるかって話なわけですよ。欲しがんないよね、うん、で敵も結局量産型っていうさ、その概念を入れたから、うん、見栄えがしないんですよ、うん、毎週毎週なんか緑の人と赤い人と戦ってるんですよ、うんうん、そうなってくると視聴率がどんどん落ち込んでいくんですよ、うん、でまだロボットアニメだから、うん、でだからテコ入れで、うん、とりあえず毎週違う敵を出せ、うん、それとじゃあ合体させようと、うん、いうことで G アーマーというガンダムを支援する飛行機が出てくるんです、うん、でこの中にガンダムが入って合体して、うん、一応その状態で輸送をして現地まで、うん、で分離してガンダムが戦うっていう CM が出たんです。うん、でこれをクリスマス商戦にぶっ込んだんですよ、うん、Gアーマーセット、うん、どうなったと思う？売れた？めちゃ売れた。めちゃ売れたんだけど、めちゃ売れる頃にはもう打ち切りが決まっていてガンダムね、ガンダムが初代ガンダム、実は43話で終わって、43話でそこそこやったじゃないですか。でもね、ワンクールぐらいカットされてるんですよ。あれって最後アバウアクーってとこで終わるんですけど、うん、その最後ジオン軍でサイド3ってとこに基地があるんだけどね、本拠地がまで乗り込むはずだった予定が、うん、の手前の防衛戦で終わるんですよ。うん、で売れました、うん、じゃあ売れたからクローバー的には売れたんで、うん、最後までやっていいっすよという話になるわけです、うん、まあ富野さん、うん、とんがってますから、うん、もうやめるって決めてやめるってシナリオ書いちゃったもんね、やんない、もうやんないっつってやめちゃったまあそれが結果、うん、名作となり、うん、まだその時プラも売れてないんだけど、まあ終わった後にその途中から見始めた大人の層、評判を聞いてが、うん、ぜひ再放送してほしいということで再放送することになったところから、うん、大人のアニメファンに人気がバンと一気に火がついて、うん、でじゃあ映画作るよって、じゃあバンダイがうちからプラモデル出しますって言ってバンダイが加わってきたんです。そこからなんですか？そう、それまではねクローバーっていう純粋なおもちゃメーカー、このクローバーは残念ながらダンバインを放送してる時に倒産してしまうんですね。ダンバイン知らない？耳に新しいそうだよね、だってダンバインって俺が小学校3年生9歳の時の作品ですから。そうっていうかねダンバインもそろそろ35周年とかそれぐらいでしょ。生まれてないからね。生まれてないもんね。そうだよね。そう、まあそういうのがございまして、ガンダムって実は人気がなく、おもちゃが売れなくて打ち切りになったっていう事実がね。その何でした、クローバー。クローバーが出してたおもちゃは、はい、今高値がついてるんじゃないですか。はい、ついてます。欲しい。持ってます。いくらで買ったんですか？いくらで買ったんですか？いや、俺がね、買った時はまだそんなでもなかったよ。今いくらになってるんですか？今でも、備品だったらやっぱ10超えてくるんじゃない？ 10 万、うん、備品パーツ完品とかだと。でも大体パーツ完品ってなくて、大体パッケージがちょっと破けてます、パーツが 2,3 個かけてますみたいな段階でもやっぱ 4,5 万ぐらいじゃない？俺買った時は多分ね2万してないよ。あ、そうなんですか。もうロボット始める前に買ってるから、うん、多分20年ぐらい前に買ってるから、うん、っていうか俺ね
本放送してる時にそもそもガンダムのおもちゃでなんか持ってたんだよね。初代の G アーマーがない状態のやつ。初代の時は生きてたんですか。生きてたって何これ。え、何俺これ何死んで生き返ってんの俺生まれてたんですかでしょ。生まれてたんですか。生まれてるよ。あ、そう。俺はリアルタイム世代。あ、そうなの。あのね、俺ガンダムガンプラとともに僕らの世代って大人になってて、うん、79年なんですガンダムって、うん、俺74年だから5歳ぐらい。で幼稚園生にある意味ちょっとまあよくわからんよね。そう。でもなんか知んないけどね、買ってもらったんじゃなくて多分ね、いとこか親戚のお兄ちゃんから多分もらったんだな。うん、ありましたね。っていうのがありましてね。はい。そう、残りね、今ね、そんな会社さん打ち切りからの延長打診があったんだよねって言ってるけどね。まあそう。そういうさっき言った、っ売れたからね、はいはい、やっぱ延長してて、富野さんが嫌だねってまあ富野監督尖ってますからね。富野監督の作品はご覧になったことは。富野監督の作品ですか。はい、ガンダムの、まあ、ガンダムの一応原作富野さんになってるけど、他何があるんですか。ブレンパワードとかダンバインとか。ダンバイもそうだよ。あとダンボット3、ダイタン3とか。全然聞いたことない。最近だとガンダム以外だと富野さんって何があります。あれあれあれ、キングゲーナーとか。いや確かにね、みなかみ見てるガンダムの一応原作には全部富野さん頭に出てるけど、あれね、関わってないでしょ。関わってないし、原作権を仮面ライダーシステムでしょ。そうそう、だけどあれって仮面ライダーは石森さんのプロダクションにお金が入るじゃん、はいはいはい、富野さんはねお金入らないらしいですよ。そうなんですか。原作の権利を、うん、その最初の時に売っちゃったらしいですよ、うん、だから富野さんは自分がガンダム売らないとお金が入らないっていうのはちょっと小耳に挟んだことがあるけども、うん、ちょっとこの辺はねウィキペディアだったら要参照みたいなね、こうなんか出展要出展みたいな感じなんで、ね、なんとなくあの嘘かもしれないからね、はい、あのそんなに覚えておかなくていいです、うんでまあ、富野さんのガンダム今ねあの G のレコンギスタ、ああ名前だけ。今映画もやってるよね。今映画やってる。あ、今作ってる。今全4部作で2部まで終わった、うん、あのテレビの編集総集編なんだけど、まあ、ちょっと難しかったなレコンギスタ。ちょっとレコンギスタちょっと分かんなかったな俺。そもそもガンダム自体がガンダムはそんなに難しくないまあね、あ、27分ですからね、もうガンダムの話はとりあえずこの辺にしてね。はい、というわけでね、僕がオタク度を全開にして喋りまくり、バイトを引かせるだけの番組でしたけど、ショールームの方は音声だけ聞こえてるのかな、うん、音声だけ、ね、横ですげえオタク喋ってんなってショールームの皆様は思ったかと思うんですけど、その通りです。普段ねロボタの営業中僕こんなにおたとーくしないですから、今日は全力だったよね。全力でした。やべえだと思ったんでしょ。もうやばかった忘れた忘れた、この人オタクだったんだって今この人ガンオタだったんだ。そう、底力を見せておきましたけど、うん、というわけで、これが、みなかみシフトの時には毎回、え、そうなの、緊急事態宣言中は毎回行われますので、金曜日もやります。やるんだって。はい、皆様、お楽しみに、また金曜日お会いしましょう。みなかみさんに話せる展開にしないと。みなかみはね一応シードになったら話せる予定だったんで、シードとデスティニーはね分かるんですよ。そうだからシードを引くのを期待しててください皆さんね。でもさ、シードのデスティニーも2つしか28分の2なんですよ。14分の1 ね、プロトタイプガンダムをまた弾けたらいいなと思います。では残り30秒です。皆さん今日もありがとうございました。ロボタはね、火水お休みいただいて、ね、木曜日からまた18時20時で営業してますし、土日はね16時からやっておりますので、ぜひまたお待ちしております。ありがとうございました。西市の時はやらないんですか。やるよ。やるって。はい、ありがとうございました。